はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、トミカプレミアムのマクラーレンセナの通常版と発売記念仕様の方をチェックしていきます。そして動画の後半ではこちらのミニ GT シリーズのマクラーレンセナの方と一緒に比べてみようかな。はい、しっかり見ていきます。こちらのモデルはトミカプレミアムのマクラーレンセナの通常版のモデルになってます。ボディカラーの方はブルーのメタリックっていう感じなのかな、グレーのメタリックのようにも見えるけど結構微妙なカラーリングだね、というか絶妙なカラーリングって言った方がいいのかな。でまずはフロントの方から見ていくと、こんな感じで凹凸の部分もかなりしっかりしてていい感じで作られてるよね。かなり複雑なボディ形状がしっかりと再現されてます。ヘッドライトの部分はシルバーの塗装になってるね。その下の部分のオレンジのカラーリングもアクセントになっててかっこいいです。でよーく見てみるとフロントのエンブレムの部分にはしっかりとマクラーレンのエンブレムがプリントされてあるね。ちょっと見づらいけどなんとかギリギリ見えるっていう感じかな。でこのままボンネットの方を見ていくとこんな感じでかなり造形も深く刻まれてあっていい感じで作られてるよね。でこのままルーフの方からリアの方を見ていくとリアウィングのところが見えてきます。で運転席側の方を見ていくとこんな感じでマクラーレンセナ特有のこのボディラインはすごくかっこいいね。流線形のボディラインの中に凹凸がかなりしっかりしてていい感じの作りになってます。これだけ複雑なボディデザインっていうのがしっかりとトミカでできるってすごいね。でこのルーフのこの部分は全て樹脂パーツで作られてあって、クリアパーツの部分がブラックでしっかりと塗装がされてあるね。でサイドのこのドアの部分も樹脂パーツになっててクリアパーツが使われているところもいい感じだね。でホイールのデザインを見ていくとシルバーのカラーリングになってて、この部分もホイールのボルトのところまで作られてあっていい感じでできてるよね。後ろの方を見ていくとこんな感じでリア周りの部分には特に塗装とかはされてないね。だけどこの辺りのマフラーの3本出し、この辺りもかっこいいよね。そして下の方を見ていくとディフューザーの部分もしっかりと作られてます。でこのリアウィングの部分を見ていくと、この部分はボディとは別パーツの樹脂パーツでできてるね。だけどこうやって見てみるとこの辺りのボディと同色の塗装がされてあってすごく質感がよく作られてるよね。立体感があっていい感じでできてます。で助手席側の方を見ていくとこんな感じで運転席側と同じデザインになってます。で真上の方から見てみるとこんな感じになってます。内装の方を見ていくと内装カラーの方はブラックで作られてるね。シートのデザインとかステアリングの部分もしっかりと作られてます。で後ろに見えるエンジンルームだね、この部分も微妙だけどしっかりと作られてそうだね。でタイヤの部分はこれは特にサスペンションはついてないです。でその他ドアの開閉アクションとかもついてないんだよね。シャーシの方を見ていくとマクラーレンセナ2018年のシャーシになってます。こうやって見ていくとマクラーレンセナのかなり複雑なボディ形状がしっかりとトミカで再現されてるよね。どこの部分がダイキャストでどこが樹脂パーツになってるか、この辺りも見分けがつかないぐらい塗装の質感もいいかな。特にこのモデルはフロント周りのこの辺りのデザインはかなり凹凸がしっかりしてるよね。そしてサイドの部分を見てみると流線形のボディラインがしっかりとシャープな感じでも再現されてあっていい感じだよね。でこの辺りのエンジンルームの周りのこの辺りのデザインもかなり凹凸がしっかりしてていい感じで作られてます。はい、次のモデルを見ていきます。こちらのモデルはトミカプレミアムのマクラーレンセナの発売記念仕様のボディカラーになってます。ボディカラーのカラーリングを見てみるとオレンジのメタリックっていう感じかな。かなり鮮やかな感じで目が覚めるようなカラーリングだね。まずはフロントの方から見ていくとこんな感じで通常版と同じでかなり細かなところまでしっかりと作られてるよね。ヘッドライトの部分もかなり奥行きがあって立体感があっていい感じになってます。メッシュの部分もかなり細かな作りだよね。でヘッドライトの下の部分のカラーリングはブルーのカラーリングになってるね。でこのままボンネットの方を見ていくとこの部分にはマクラーレンのエンブレムがプリントされてます。
オレンジのメタリックのボディカラーなので、このエンブレムの部分もしっかりと見えてくるね。ボンネットの方はこんな感じで凹凸がしっかりしてていい感じだよね。でルーフの方からリアにかけて見ていくと、リアスポイラーの部分が見えてきます。で運転席側の方を見ていくと、こんな感じで通常版と同じでしっかりとしたボディラインがすごくかっこいいね。発売記念仕様のボディカラーになるとオレンジがかなり鮮やかな感じなので、ブラックとオレンジのコントラストがいい感じだよね。で後ろの方を見ていくと、こんな感じで通常版と同じでかなり細かな部分までしっかりと作られてます。マフラーも3本出しになってて、この部分も実車とそのままなんだよね。助手席側の方を見ていくと、こんな感じで運転席側と同じデザインになってます。でこのまま上の方を見ていくと、ルーフの部分は樹脂パーツで作られてるんだよね。で少し外から見えるこのエンジンルーム、この部分が外から見ると気になるところだよね。だけどこの部分は造形は作られてあるんだけど、カラーリングとか彩色はされてないね。真上の方から見てみるとこんな感じになってます。こうやって見ていくと、マクラーレンセラのボディカラーのこのオレンジのメタリックはかなり鮮やかな感じでいい感じのデザインだよね。そして通常版と比べてみると、ボディカラーの違いとこのヘッドライトの下の部分のカラーリングの違いかな。なのでボディの金型自体は同じになってました。マクラーレンセラっていうと世界でも生産台数も限られててハイパフォーマンスカーなんだよね。1台何億円っていう車がトミカで再現されるところがすごいね。でその他マクラーレンセラのモデルにはこんなモデルもあったね。こちらのミニ GT シリーズのマクラーレンセラの方と比較してみようと思います。はい、こんな感じで TSM のミニ GT シリーズ、マクラーレンセラのビクトリーグレーのモデルを並べてみました。で隣に並べたミニ GT シリーズのモデルは以前こちらのチャンネルでもレビューしたので、またリンクを貼っておくのでそちらからご覧いただければと思います。でこうやって2台並べてみたんだけど、価格差があるんだよね。ミニ GT シリーズのモデルは1500円ぐらいのモデルに対して、トミカプレミアムは800円だよね。なので倍以上の価格差があるっていうところを考えた上で比較していこうかな。フロントの方から見てみると、どちらのモデルも奥行きが深くて造形がしっかりしてていい感じで作られてるよね。でこうやって並べてみると、ミニ GT シリーズの方が少しスケールが小さいのかな。64分の1のモデルに対してトミカプレミアムが62分の1になってます。でヘッドライトの部分はミニ GT シリーズはクリアパーツになってて、トミカプレミアムはシルバーの塗装だよね。だけどこの辺りパッと見た感じはどちらが塗装でどちらがクリアパーツかわからないね。で少し気になったんだけど、このエンブレムの部分だね。ミニ GT シリーズとトミカプレミアム、こちらのモデルではエンブレムの形状が違うんだよね。少し拡大してみるとこんな感じで長方形のデザインと少し曲線のデザインになってるよね。どちらのモデルが実車に近いのかなと思って調べてみると、こちらのミニ GT シリーズのこちらのエンブレムの方が実車のデザインになってました。だけどこのトミカプレミアムの方はこんな感じで曲線のデザインになってるけど、これはマクラーレンのエンブレムなのかな。でも通常版のエンブレムはボディカラーとエンブレムがちょっと見分けがつかないぐらい見づらいかな。でこのまま塗装の方を見てみると、塗装の質感はどちらの塗装の質感もいい感じでできてるんだけど、トミカプレミアムの方が少しメタリック感が強いのかな。でサイドの方から見てみると、どちらのモデルも流線形のボディラインとかシャープな感じのデザインは同じような感じだよね。でミニ GT シリーズの方はサイドミラーがついてるんだよね。でリア周りの部分を見てみると、この部分の形状はどちらのモデルも同じような感じだよね。でよく見てみると、マフラーの部分は3本出しの部分がシルバーの塗装になってて、こちらのトミカプレミアムの方はブラックのままだったんだね。でリアウィングの部分を見てみると、こんな感じでどちらのモデルもしっかりと作られてるよね。だけどこのミニ GT シリーズの方は結構シャープな感じで作られてるかな。トミカプレミアムの方は結構このステーの部分もしっかりとできてるね。なのでこの辺り観賞用のモデルに対して手転がしても遊べるトミカの違いなのかな。でシャーシの方を見てみると、ミニ GT シリーズの方はこんな感じでかなりシンプルな感じの作りになってるね。この部分がダイキャストでできてるんだよね。でトミカプレミアムの方は樹脂パーツになってます。
で、このままタイヤの形状を見ていくと、タイヤの部分もさすが価格差があるだけあって、こんな感じでミニ GT シリーズの方はトレッドパターンもしっかり刻まれてあって、ゴムの素材になってるよね。なのでおそらくコストをかければトミカプレミアムもここまでのデザインができるんだろうね。はい、こんな感じで2台比べてみたんだけど、どちらのモデルもマクラーレンセナの複雑なボディ形状とかはしっかりと再現されてるよね。価格差の方も1500円のモデルに対して800円のモデルで、対象年齢の部分も14歳に対して6歳以上からってなってるんだよね。なので6歳のお子さんがこのミニ GT シリーズのこのモデルで遊んじゃうとすぐ壊れちゃいそうだね。だけどトミカプレミアムの方は6歳から遊べるモデルなので、これだけしっかりとした丈夫な作りになってるんだろうね。こんな感じで2台並べて比べてみるってどうかなと思ったんだけど、対象年齢の部分を考えてみるとそれぞれの作りの特徴が理解できるよね。そう考えてみるとトミカプレミアムの方は6歳からなので、小学生から遊べるモデルなんだね。小さな子供から大人まで魅了するトミカプレミアムってすごいね。箱の方は正面のパッケージにマクラーレンセナのイラストはね、通常版と発売記念仕様のパッケージになってます。で、側面の方はこの部分にマクラーレンセナのライセンスがプリントされてあるね。で、裏の方を見てみるとこんな感じになってます。はい、今日はトミカプレミアムのマクラーレンセナ通常版と発売記念仕様の方をチェックしてみました。こんな感じでどちらのモデルも金型は同じで造形とかは同じだったよね。だけどボディカラーの違いで結構鮮やかな印象と落ち着いた印象っていう感じかな。で、このあたり結構好みが分かれるところだと思うけど、個人的にはこのオレンジのメタリックのボディカラーの方が好きかな。で、今回もトミカプレミアムで発売記念仕様ってなってたので、結構お店の方でも争奪戦になってたね。で、やっぱりどこのお店行っても思うのが、トミカプレミアムの発売記念仕様っていうのは入荷量がかなり少ないんだよね。なので欲しいけど買えなかったっていう方も結構いるじゃないかな。このあたりがちょっと寂しいところだね。で、いつも争奪戦になると結構負けてしまうことが多いんだけど、今回はちょっと視点を変えて、いつも行くトイザラスではなくて少し郊外にある家電量販店の方に行ってみました。すると争奪戦の方もそこまで激しくなかったんだよね。なので、たまにはお店を変えてみるっていうのもいいのかな。でも本音を言うと近くにあるトイザラスで買う方が楽なんだけどね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。